ジラキット・クゥアーリア君はトップタップの名前で知られる大の俳優。連続ドラマ、ルーム・アローン401から410に出演した。それ以前に出演したラブ・シック・ザ・シリーズでは音楽部のメンバー役を務めた。1994年5月1日にナーン県に生まれる。サトリー・シーナーン高校卒業後、バンコクに移り、 マヒドン大学インターナショナルカレッジを卒業した。2014年にラブシックにてプム役で俳優としてデビューする。その後、GMMTV と契約し、ルームアローン401から410、ザスクール、シニアシークレットラブなどのドラマに出演した。2018年にバンコクに日本食レストラン、福インタウンをオープンさせた。2020年に クリス・ピーラ・ラワット・シェーン・ポーティラットとウェーブ・クーと共にシンガポール風チキンライスレストランスリーピノンチキンライスをオープンさせた。2020年にはトゥ・ャザーにてタイプ役をトン・ホン・チャン・レージーでは愛役を演じた。2018年より GMMTV が企画したバンドプロジェクトザ・グランド・サンズにキーボードとして参加しており、2020年11月21日、 22日にタイで開催される大規模イベントファントピアに2021年1月8日にはチャンネル7の番組ゲスマイエージに出演した。ありがとうございます。